マスター、準備はいいか。いや、何やら今日は周りが騒がしい気がする。忙しいなら日を改めても構わないか。そうか、俺が見るにそれはダヴィンチ印のトレーナー用自転車だな。お前も気合が入っているようだ。とても頼もしい。サンタの力がいつまた求められるかわからない。鍛錬だけは続けておかなくてはな。行くぞマスター、ロードワークの始まりだ。マスター、今日は体が軽い。専門用語で切れているというやつだ。ストレートがジャブ並みに打てる。もう少しペースを上げてくれないか。実にサンタらしいルートだ。雪で滑りそうな分フットワークが鍛えられる。身が引き締まる思いだ。身が引き締まる思いだ。いかん、俺の都合ばかりだった。マスターは大丈夫か。足腰に来るようなら言うがいい。そうか、見たところメガホンやミット、ストップウォッチなども内蔵されている優れものだ。それならばどんな過酷なロードワークにもついてこられるだろう。頼りにしている。ふっはっ、俺はこれほど疲れやすかったか。汗が止まらないだ。それがいい。この坂道、良い負荷だ。良い負荷だ。よし、この辺りでダッシュのメニューに移行しよう。トレーナー、ストップウォッチを。わずかでも規定タイムに遅れたら本数にはカウントしないでくれ。次は砂浜でのフットワーク訓練だ。おそらくその自転車はピッチングマシンのようなものに変形する。そのあたりの位置に置いてボールをセットし続けてほしい。設定は最高速だ。問題ない。全て防御テクニックで回避してみせる。今日のロードワークはここまでとしておくか。感謝するぞマスター、助かった。これはチョコ。いや、とんでもない。そうか、今日はバレンタインだったのか。俺はやはり自分の都合ばかり。すまない、気づいていなかったので驚いただけだ。これはありがたく受け取っておこう。しかし、だとすると計画を早めればなるまい。タイトルマッチは意外と近かったということだな。マスター、少しいいだろうか。俺は以前よりマスターに渡さなくてはならないものがあると思っていた。バレンタインのチョコでその思いはより一層強まった。よって今が渡す時だ。サンタが渡すプレゼントは、それすなわちクリスマスプレゼントとなる。バレンタインのクリスマスプレゼントとして遠慮なく受け取ってほしい。ああ、マスターはトレーナーとして俺の鍛錬に付き合い力を与えてくれている。その苦労、そして俺がそれに対して抱いている感謝の念は、まさにチャンピオンクラス。チャンピオン、つまり王者ということだ。この上はおそらくない。ないはずだ。だから王者にふさわしいこのトロフィーをいつか贈らねばと思っていた。もちろん
本来ならチャンピオンベルトもセットで渡すべきなのだが、面目ない。今回は間に合わなかった。ケツアル・コアトルが手強くてな。それはまた別の機会ということにしてほしい。とはいえ、これも間違いなくチャンピオンの証。さあ、遠慮せずに掲げてみてくれ。お前が、お前こそがチャンピオンだ。マスターに渡すトロフィーだ。下手なものは渡せん。しかし、今の俺は財を持つ王でもなければ発明家のサーヴァントでもない。いつだかと同じように、もともと持ち合わせていた武具のパーツを打ち直して作るしかなかった。おふるとも言えるのかもしれんが、気持ちは込めた。その意味ではやはりこれも会心の出来だ。材料は気にせず受け取ってくれると助かる。ところで、チャンピオンになった者はトロフィーを掲げながらトレーナーに肩車されてリングの上を回るものだろう。カルデアを練り歩くのならば、俺が肩車を提供するぞ。そうか、お前のチャンピオンらしいところを皆に見せられるいい機会だと思ったのだが、それは俺の引退試合まで取っておこう。無論サンタクロース統一王座決定戦で頂点に立つ時だ。